お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのラバルね、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、ある方にね、来ていただいております。いや、勝手に来てます。どうぞ。いらっしゃい、焼き鳥です。はい、というわけで、はい、まあ、同じね、チームメイトの焼き鳥選手でございます。焼きちゃんですね。はい、で、焼きちゃんです。マジで、最近かな、ずっと僕ん家に転がり込んでるんですけど、うん。やっぱラットがね、もうずっと寂しい、誰か来てってね、もう言ってたから。寂しい、寂しい。誰あれ誰あ、まあ触れといてくれや。あで本当にまあ来てるんですけど、今日ちょっとね、まあ最近いつも一人で、やっぱ一人ソロ動画をねよく上げてるんで、まあ雑談というか、うん、まあたまにはね、こういうなんか話しながらの動画をちょっと出そうかなと思って、ちょっとあるゲームをね今日はしたいと思ってます。お、クロローだ。いや、そうなんですけども、やってるもん、クラロワしながら、別のね、ちょっと企画をね、ちょっと考えて、違うの？はい。まあ、それがですね、偏見しりとりっていうものなんですけど、これ知ってる方いるかな？僕最近よく YouTube で、スモーキングチキンさんという、グループのね、方の動画をめっちゃ見させていただいてるんですけど、知ってる方だったらね、話が早い。知らなかったらもうぜひね見てください。めっちゃ面白いんですよ。でその方たちがやってるね企画なんですけども、なんかこう、まあ、リンゴっていうお題があったとします、はい、そしたらそのリンゴの、まあ、しりとりなんで、うん、ゴを取った取って、うん、リンゴに対する偏見を言うの。お、なるほど。例えば例えばいる？例えば聞かないとね。リンゴ、うん、じゃあゴリラが食べてそうみたいなね。なるほど。まあ、それ本当の話か。本当か本当なんかもよくわからんけど、でもある意味偏見かもね。まあ、なんかそんな感じのね、そう、そんな感じ。ほう。クララバージョンをちょっとやりたいなっていう。なるほどね。結構難しそうだけど、大丈夫？事故なんてやった。事故ったら、事故ったで、まあそういうこともあるよねって感じで、やりましょうか。いいね、一発勝負だよ、うん、いや編集しないんでね。で、もちろんクララの試合も勝つんでね。お、まあ、負けたらそっちの言い訳にすればいいか。あれあれなんなら早速負けそうまであるけど、やばいちょっとやばいな、マジで遅延ってすらな。よいしょ、一番怪しいやつじゃん。いやいや悪いからね。まあまあまあ、というわけでね、ちょっと早速そのゲームをねやっていきたいと思います。マジで今日は事故ると思います、ごめんなさい。はい、というわけで、はい、じゃあ僕がね基本的にお題出していくんで、はい、面白い回答はね役者に頼んでいこうかなと思います。一番難しいですよ。じゃあ、はい、まあ、まずはやっぱこうこのゲームクララワでねお願いします。おー、クラロワは？はです。でクラロワに対する偏見をね。偏見、お、ザッパー外した。うーん、まだ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 かな。時間制限とかあんの俺。いや、なんか普通に考えてね、多少は欲しいよね、早めが。ワイワイみんなでできる。なんか偏見じゃねえな。いや、難しくない？つまんねえな、マジで。やばくないですか。じゃあ次ね、俺がまた言うね、問題。難しいんだよな。じゃあ、うん、ラバル、僕今使ってるんで、ラバル、ラバルに対する偏見を言ってください。さあ来るぞ。ルールはしっかり守りそう。守る。事故るんだってこれ。ひどい、ちょっと待って、本当にひどい。いやマジむずいかんね。じゃあ俺も出したの、そんな。あ、出す。勝ったから、マジで、僕めっちゃうまいんですよ、多分こういうの。本当に。本当に？で、コツを言ってて、なんか、その言葉からだけだと結構むずいから、なんか、なぜかとか、なんか、接続詞系を使うと結構いろんな言葉につなげやすいみたいな、まあ、そんな感じのことも言ってた気がしますね。それ先聞きたかった。言ってきたかったな、それ。言ってなかったっけ。うん、そのぐらい考えて。じゃあ、クラロワに関するお題で、ね。クラロワに関するお題。
展開。展開、うん、もうちょっとだから。今から行くよ。うぇい。いや、本当に本当に。これ勝ったら多分展開出る。ただ宣言やけど、それ偏見っていうより。しゃ。え宣言しりとりだけどね。何々します。厳しくね、ねえ、視聴者さん。そこは。ああすぐ自分のチャンネルだからって視聴者味方につけてまあ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 勢いで許して今の、まあまあ、今の勢いでね、まあ、いいかよし、もう一個ぐらいいけるな、もう一個いけるな、もう一個いけるな、余裕だなこの、じゃあさあロイジャイ、ロイジャイいいか、あ、守って守って守って、悩むね、めっちゃ無言になってる、ですね、今強いからって調子乗んなよ、それただの愚痴次愚痴やんそれ言ってない待って、むずくないこれ、いや、むずい、分かってくれた、俺の気持ち、俺の気持ち分かってくれた、だってほら、ロイジャイ、お前、お前ロイジャイっぽかったからさ強えな、お前やるやっけ、まあまあ、確かに、俺違うな、なんかむずいよ、だからこれ偏見、偏見ちょっと、ね、考えても一個お題を2人で、いやもう出せよ問題じゃ諦めないやん全然諦めない、いやーちょっと面白いか言うと欲しいな、センスだよこれ、じゃあ分かった、お題出します、なんで俺でしょ次お題出します、いや俺がお題出します考えてほしい、やっぱり勝手には、はい、ね、麦、おお麦、はい、やっぱギネスレベルにうまい、おお、確かに確かによし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 、今のは綺麗だったかもな、おい、うん、しゃ、じゃあ次ね、はい、チンパン最高感想お題が感想みたいになってるけど次うです、チンパン最高、確かにお題が違うわこれ。いやそう。ちょっと待って。チンパンで行こうとしたらうんだったから。無理やりつなげたら。無理やりつなげたら。ダメだったら。待って。あやばい、めっちゃ読み。待って、お前ロイジャイだからってお前。やばい待って本当にだ。そんなバカな。いやでももう耐えれるかじゃん。これで。リガオ？ない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 。ね。よし、はい、じゃあお題を出します、ファイヤーボール、あーでもルーもさっきあったっけ、いやしてないか、お題変えよ全然お題決まらない、お題がね、さてはね、難しいかもしれない、それはわかる、あ、じゃあポノス、おー、わかりやすいよね、ポノス、す、ポノスに対する偏見を言ってください、偏見か、偏見、自分がやるのに偏見か、難しい、ポノス、来るぞ、面白いの、素晴らしい会社、やっぱりね、ポノスの会社に通ってたらそう思いますよ、まあ、素晴らしい会社です、でもまあそうなんですけど面白くはないんですよだからあの言ってることは間違ってないけどこのゲーム上負け、うん、違う違う、あれね、一つ思うんだけど面白いこと言おうとしたら動画で言えないようなこと言っちゃうかもしれないよ。いや、いいよ、いいよ。危ない、危ない、いや、違う。だって編集しないじゃん。全部そのまま出ちゃうよ。よくない？俺、全然言うよ、なんでも。問題、お題ちょうだい、お題。じゃあ、じゃあ、難しい。お題むずいんよ、マジ。お題むずい。何言っても大丈夫。あ、じゃあ、KK。これ難しいな。えなのか、それ。KK KK K でいいな、 KK は同じチームメイトのね、名前ですね、そうそうそう、 KK え、いや K でいこう、 KK KK でいこう、 KK 何でも毛虫集めて、そう最悪だ、偏見ごめん KK、 これは次会った時しっかり言っとくわ、思ってないからね、違う違う、お題が悪い、お題がお題がそれゆえって言ってる、いやいや今の全然俺はそんな
最低だなこれ。毛嫌いしなそう人をつってね、うん、統治法で言っちゃうもん。せこいなそれもまた。まあまあまあ、じゃあ次ね、うん、僕が問題出します。完璧な回答欲しいな。いや、もうじゃあ俺100点の回答出すわ。本当に？今までちょっと隠してたんだけど、そういう才能があること。マジ？うん。お、待って、負けろ負けろ負けろ。試合負けんといて。試合に勝つこと大事だから、一番大事だから。一番大事大事。ウクラロワの動画だから。うん。あ、やばいじゃん、やばいじゃん。いや、暴れてんだよな、あいつ。よしよし。いや、これでも僕めっちゃ上手いんですよ、立ち回り。勝てます。お題は、うん、じゃあ、ピンチ。ピンチ。し。チですね。いやでも違うか、お題が。ちょっと お題が違う説がある。なんか何に対して偏見を言うんだって。お題もしかしてだけど、お題出すの下手くそですか。もしかしてなんだけど。あー、分かった。インドラ。お、インドラ。楽したい人が使ってそう。あ、皆さん、インドラ使いの方、バカにされました、今。俺はそんなこと思ってないんだけど。インドラ使いのこと。俺はそんなこと思ってないんだけど、やっぱりね。インドラ使いの方、楽したら負けました。いや、負けてるし。負けてるし。ちょっとこのゲームね、あんちゃんみんなでしたいな。まあ、確かに。みんなでやったら面白そうやな。っめっちゃ面白い可能性があるっすね。ちょっと負けたな。巻き込む人によって危ないこと言っちゃいそうだけど。うん。ラのつく人とか。誰だ？ラト。な？ラか。ちょっともう一回いきますか。負けたんでね。なんか偏見知りたい、ちょっとね、やりたいな。めっちゃ面白いと思うんですよね。クララに限ると結構難しそうだね。なんかもうちょい広くしてやったら面白そうかもね、みんなで。うん、なるほどね。いつかね。いつかね。最強の言葉ね。そうしましょうか。はい。いつか飯行こうねってやつね。時間があったらね。おい、今度行こうぜっつって、うん、一生来ないよお前との今度はなんつってね。いや俺思ってないよそんなの。焼き鳥がよく言ってます。というわけで危なくなってきた。なんか疲れちゃったな、考えるの。なんか悔しいな、面白いの思いつかねえと。綺麗に攻めていく。もうちょっといく、もうちょっといく、もうちょっといく。まだ諦めない。うん、うん、あ、じゃああれだ。いや難しいのがね、そのユニット単発だからだと思うんだよ。あ、セットでなんかセットなんか、あ、ね、じゃあ俺綺麗なお題出そう。 OK、じゃあジャイスケラ使い。おお、はい。今は亡き昔の人。あれ、うーん、なんか違うか。綺麗とは言えないけど、別に下手でもないので動画として一番つまんない。一番つまんない。どうしようかなマジで。やめてよ、しかもプレイがやばい。やっぱり事故るんよこれ。あれやばいな。やる前からちょっと懸念点だった事故理想が今出てるよ。いやでも、うん、たまにはこういうね、おまけなんでね、あの皆さん、さっきまでやってるこの遊びは。確かに。このクラロワで勝てば全てがチャラ。そうなんですよ。やべ、いかれる。クラロワおまけ。全部負ける今日。やべ、え、アンストップブルじゃんこれ。なんかおととし去年プロだって人。おお。まあまあ勝てばいい。勝てばいい。いやいける、全然ラバルだから。うん、じゃあゴレ使い。お。インドラ嫌いそう。そりゃ嫌いでしょうね。そりゃ嫌いでしょうね。そりゃそうだろうな。なんか違うんだよな。起きた。グッドゲームですね。あ、よかったん。まあもう一戦いけちゃうかもしれないな。あれ、もう一戦いける？もう一戦いける。ちょっとね、あのこっちクララはもう十分なんですけど、うん、シェリトリがなんかね、うまいこといかないですね。なんかね、なんかもうちょい綺麗にできないで、何々使いになっちゃうともうずっといいになっちゃうんだよね。それも難しいところ、うん、確かに。じゃあ
トロ500沼った人。お、トロ500沼った人。ちょっといいぞ、お題がいいぞ。あ、佐渡来た。佐渡選手、これも海外の今のプロ選手ですね。めっちゃうまいやつ。難しい。沼った人、沼った人。さあ、500沼った人に対しての偏見を言ってください。とんでもなく地獄のような顔をしてそう。うーん、いい話ですね。なんかちげえな。もし違う。どうします。いや、なんかね、センスねえな、この俺の横にいる人。言えないからね、君も人のこと言えないからね。俺でも結構良かったと思う。え、自分そんな過大評価。俺はいけたんだけどな、つって。センスアップ気がしたんだけど、ね、なんかね、いや、お題めっちゃ良かったくない？今。いや、全然違う。じゃあ皆さんもなんかぜひね、友達とかとやってみてくださいこれ、うん、でうまく言えなかった方がね、飲み物おごりとかジュースおごりとかね、まあそんな感じでね。判定むず。審判が一番頭悩ませそうやん。確かに。なんてさ、そんな感じですか。はい、以上です。なんかしたいのありますか。これ判定いきます。いらっしゃい。いらっしゃい。いや、めっちゃうまい、そのLSP。LSP って強いの？あ、俺もうキョスケ僕釣るプランないんでね。あ、ないんだ。あえてね。うん。やべ。しりとりの方が簡単かもしれん。ちょ、一問かも。一問か、ちょ、考えるわ。あ、クラロワ YouTuber。おぉ。ああ最後伸ばし棒で割った時どうする。 YouTuber ば？ばだね。ばでいこう。バカが多い。おい、みんなに、一人ずつに LINE して伝えてこ。バカって言ってたよ。全然違う。あ、そんな風に思ってたんか。本当に今だって、俺の頭に浮かんだの俺と焼き鳥とライキさんだもん。じゃあ、ライキさんにはしっかり伝えとくね。KKK とか、間違ってはない。それなに、ポノスのみんながバカだって言いたいの。それはそう。それはそうやな。それはそうやな。やっぱこう、待たせたら思んないから、やっぱすぐにね、言いたいなと思って言ったら、うん、つい出ちゃった。ついもらった。やべ、めっちゃいい試合してる、佐藤。お、マジでいい試合してるやん。あっちあっちやん。あ、ヒンドラが。あれ、ハンターが。もう一発ある。熱い。どんなのもう一発入る、これ。祈り。うわー、来た。気合いのグッドゲーム。やば。しりとりでも勝って、試合でも勝つ。もう完璧な男。まさに俺。よっしゃ。ありがとうございます。というわけでね、今日ちょっとこんな感じでね、展開いきましたね。無事、はい、よかった。おめでとうございます。はい、終わります。あの、概要欄にね、ヤキちゃんのチャンネル貼っておきます。ぜひ動画見てみてください、はい。チャンネル登録もね、よろしくお願いします、はい。ではお疲れちゃんでした。またね。